ロシアのプーチン大統領がウクライナと国境を接するベラルーシへの核兵器の配備について、来月7日か8日頃に施設の準備が整い次第速やかに開始すると述べたとロシアのタス通信が報じました。ベラルーシのルカシェンコ大統領との会談で述べたもので、プーチン氏はすべてが計画通りに進んでいると話したということです。ロシアは3月にベラルーシへの核の配備を発表していました。